日本で EV 車に乗るメリットってほとんどないんですよなぜかって言うと日本はですね火力発電の国なので EV 車作る時にすっごい CO2 出るんですよトヨタの社長さんが言ってましたが1台のバッテリーを試験するのに1回何千世帯分もの 電気使わなきゃいけないからすごい電気の無駄なんですっておっしゃってましたその上寿命が来てバッテリーを交換するのにすごいお金もかかりますそして充電するのに何時間もかかるし急速充電って言ったって30分とかかかるわけなんですそしてその電池を捨てる時にですね産業廃棄物として処理のしようがないから土の中に埋めておくみたいな厳重に保管しないといけないというそういうものをこんな大量に作ってしまって一体 この世界はどこに向かっていくんだろうというのが私の疑問でございました。